エデンの皆さん、私はこの町を変えようと思っています。これまでエデンはスフィアシティがもたらす恵みを守るため高い壁を築き、来る者を拒み、人を疑うことで秩序を守り、選ばれた人間のみが幸せに暮らせる場所を作り上げてきました。ですが、それは正しい道ではありませんでした。真に幸せな世界とは、強き者が弱き者を助け、手を取り合いながら皆で幸せを分かち合う世界。今日からエデンは守るものではなく、分かち合う街へと生まれ変わります。そのためにまず私はここにエデンの全面解放を宣言します。おお、なんと。城門は解放し、囚人には自由を与え、ここに訪れる全ての人々を受け入れようと考えています。でもそれじゃあ巨王軍や聖帝軍の連中が入り込むんじゃ。確かにその危険はあるかもしれません。ですが、それも私たち一人一人が手を取り合えば、きっとこの町は無法者の手から守れるはず。エデンはこれからより一層強くなります。あなたたちの手によって。キサナはいい統治者になりそうだな。ああ、こんな世界にこそ夢を語れる人間が必要だ。そうだな。ところでケン、昨日カジノのブラックジャックで負けそうになってディーラーの男を銃で脅したりしたか。何の話だ。やはりそうか。いや、実は最近街で胸に7つの傷がある男が出没して騒ぎを起こしているらしいんだ。何？黒いヘルメットをかぶっている恐ろしく強い男のようだ。衛兵隊も今そいつを探しているとジャグネが言っていたが。もしその男の強さが北斗神拳によるものだとすれば。ああ、アイリをさらった張本人だ。もしやあの男か。ケン、心当たりがあるのか。ああ、おそらく。かつて俺が兄と呼んだ男だ。兄？同じ北斗神拳を学んだ兄弟子ということか。その男の名はジャギ。数年前、俺が伝承者と決まった日に、ジャギはその座を奪うため、俺に襲いかかってきた。俺はジャギを退けた。頭が半壊するほどの傷を負わせてな。その後ジャギは姿を消したが、まだ生きているとは。なるほど。ヘルメットは頭の傷を隠すためのものかもしれんな。ああ、そのジャギという男が本当にアイリをさらったなら、俺はその男を八つ裂きにしないと気持ちが収まらん。ケン、探し出すために協力してくれないか。無論だ。俺も北斗神拳伝承者として後始末をつけねばならん。先走るな、ケン。
つは。臭い息を吐くのはそれくらいにしよう。いらっしゃいませ。ケンシロウさん、いらっしゃいませ。ヘルメットをかぶった七つの傷の男について聞きたいんだが。ああ、あの男の話ですか。思い出したくもないのですが。そうですね、最初胸の傷を見て、私はてっきりあなたがご来店したものだと思っていました。ですが負けが込んできて態度が悪くなってきたのでお声掛けしたんです。すると、あっは、よく俺がケンシロウだと分かったなぁと急に上機嫌になりまして。あなたらしからぬ口調でケンシロウを語る男、よからぬ企みがあるのだろうと考え、遠回しにご退店を促したんです。すると今度はショットガンを取り出して、俺の名前をもう一度言ってみろと怒り出したんです。私は意を決して、エデンの救世主ケンシロウ様と告げたところ、男は大変驚いたようでした。そして、あの男はこの町でそんなに過大評価されているのかと笑いながら店を出て行きました。ケン、ジャギという男は何が目的で町に来たんだ。俺にはさっぱりわからん。俺にもわからん。もう少し情報を集めよう。そうだな。なあ支配人、他にその男の情報を知らないか。私は知りません。ですがバーもあの男の被害に遭ったようです。夜の営業なのでこの時間には誰もいないとは思いますが。そうか、ありがとう。
Yeah!
灼熱剣。お前はもう死んでる。灼熱剣。お前はもう死んでる。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。
ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとう。
君の形が気に食わん。来るがいい。北斗、破人敵。灼熱剣。お前はもう死んだ。北斗、灼熱剣。お前はもう死んだ。おお、あなたは。ヘルメットをかぶった七つの傷の男について聞きたいんだ。あの男ですか。困ったことになりました。どうしたんだ。うちの店員が一人あの男に連れて行かれたんです。何があった。一昨日の夜、あの男が来て、何を飲むわけでもなく、ずっとと席に座って他の客を眺めていたんですよ。独り言のように、あの耳弟に似ているとか、あの手弟に似ているとかつぶやいていました。うん、弟か。じきに店が混んできたので、うちの店員がその男に何か飲むか店を出てくれと言いに行ったんです。すると男は立ち上がって店員を睨んだんです。ものすごい緊張感が店に漂いましたよ。そしてあの男はしばらく店員を見つめた後、お前の身長俺に似ているとつぶやき、笑い始めました。で、笑い終わったと思ったら、不意に店員の胸に手刀を突き刺したんです。手刀。ええ、目にも止まらぬ速さで左の胸に。
店員もうめいたきり動けなくなってましたよ。それでヘルメットの男、この男ちょっと借りるぞと店員を担いで店から出て行ってしまいました。殺すならその場でやっているでしょうから、衛兵隊の詰め所に捜索届を出して待っているんですが。そうか。ケン、どう思う？自分に似た身長の男を連れ去るか。相変わらず魂胆が見え。そうだな。マスターは衛兵隊の詰め所に届けたと言っていた。他にもジャギの情報があるかもしれん。ああ、行ってみよう。先走るな、ケン。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。